どうも、アバナグです。この前キーコの動画を上げたんですけど、ちょっとその補足をしたいと思います。で、まず僕の Y ボタン、結構死にボタンだったんですけど、まあとりあえずジャンプに変えました。まあ別にここに深い意味はないんで、難しい操作しようかなと思ったらここは変えるつもりです。で、 C スティック、こう結構迷ったんですけど、今強攻撃に変えてます。強攻撃に変えて、やっぱダッシュして上強とか、そういうダッシュした強とか、そういうのを結構最速で出したいなとか思う場面が多くて、こう立ち状態から上スティック上入力せずに最速で出したいなって思う部分が結構増えてきたんで、ここは強攻撃に変えました。で、ここ弾き入力僕出にくいにしてたんですけど、あの強攻撃C スティック、ここの R スティックの部分を強攻撃にするんだったら、ここは弾きを出やすいにした方が、ダッシュからの上スマッシュとか、ダッシュからの下スマッシュなどなどの行動が出やすくなるので、ここは C スティック R スティックを強攻撃にするなら、弾きは出やすいの方がいいんじゃないかなと思います。で、逆にここスマッシュだった場合、ここがスマッシュだった場合は別に出にくいでも大丈夫だと思います。そうすると、まあダッシュからの上スマッシュとか下スマッシュは C スティックで出して、上強、ダッシュからの上強とか下強とか、そこら辺は弾き出にくいで、なんとかスティックで入力するみたいな感じになります。なんで、まあここはスマッシュ攻撃とトレードオフ、どっちの精度を取るかみたいな感じですかね。僕は強攻撃の精度を取りたいんで、ここで弾き入力を出やすいにして、で強攻撃にしてます。で、もっとなんだろう、反転入力シビアにやりたいよっていう人、反転した強とか、こういうのをミスりたくないよっていう人は、R スティックも強攻撃で出にくいとか、そういう感じで、まあどっかの精度は悪くなっちゃうので、どこの精度を高めるかっていう問題なんで、そこは自分で妥協して最適解を自分で見つけてみてください。で、あとキーコンって結局した方がいいのっていう初心者の人、僕の意見としては、ストレスが溜まるようでスマブラがつまんなくなるのであれば、やらない方がマシです。なんで、もし向上心があって、まあ上手くなりたいよって人が次のステップに行く段階としては結構ありだなと思います。で、初心者でもこのキーコンやった方がいいよって思うのは、弾いてジャンプオフです。なんでかっていうと、スマブラってボタンでジャンプした方ができる行動がかなり増えるからです。格ゲーマーとかはここのスティックでジャンプした方がやりやすい人が結構多いと思うんですけど、まあスマブラはね、ボタンプラス、まあスティック移動を最大にしながらジャンプして空中攻撃とか、そういうのをやりたいんで、ここは弾きジャンプオフにした方がいいと思います。で、なおかつ、なんか弾きジャンプオンのメリットって、ガードから上スマッシュ出しやすいとかだったと思うんですけど、ジャンプそのまま入力できてって。で、このゲームだとシールドキャンセル上スマ、別にジャンプ必要ないんですよね。単純に弾いて入力するだけで、上 B も上スマも出るんで、弾きジャンプオンのメリットはそこまでないんですよね。なんで、ここはオフでやって、ボタンジャンプを強制した方がいいと思います。初心者の人でもしキーコンするっていうんだったら、まずはここかなと思います。それとホリコンなんですけど、ホリコンなんか悪いとこないみたいな話をしたんですけど、ホリコンはまず、振動機能がないです。なんで、ここのボタンの振動設定とかやっても振動意味ないっていうのは、ちょっと弱点の人は弱点かもしれないです。なんで振動機能ないんで、結構コントローラー自体は軽いんですけどね、っていうのと、あとホリコンのこのスティックの入力、これ今八角形あるんですけど、なんか角度が結構入りづらい部分があるらしくて、スマブラ多分16方向以上の入力多分できるんですけど、その角度
が出ないみたいな、細かい入力が出ないらしいです。なので GC コンとかはそこら辺の細かい入力は受け付けるんだけど、ホリコンはちょっとその方角に出ないらしいので、なんか遊撃とか Firefox とかかなりシビアな角度を求められるキャラはホリコンはダメなのかもしれないです。それと入力遅延の話ですね。入力遅延で一番速い、応答速度が速いのは GC コンで、時点でまあほとんど同じでジョイコンとホリコンで、その次にプロコン無線で、圧倒的に遅いのがプロコンの有線という結果になったらしいです。なのでプロコンおすすめって結構言われてたんですけど、その遅延をどんぐらい影響があるかわかんないですけど、まあ遅延を気にする人は GC コンかホリコンがいいんじゃないかなと思います。ということで、この前のキーコンの補足でした。ありがとうございました。